いかがお過ごしでしょうか。はい、ということで、今日のですね商品を紹介したいと思います。で、最近ですね、この食べ物とこの食べ物食べ比べとかですね、まあ一つの商品だけじゃなくて1本の動画で2つ以上とかねやろうと思って、昨日もですねいろいろ探したんですけども、セブンイレブンさんの新商品のパンがですねあんまりなくてですね、こちらババン、なめらかクリームパン128円。ちょっとこれしかなかったんだよね、新商品がね。イメージ、クリームが柔らかいのでご注意くださいということですね。柔らかい、私の性格、そして私の頭脳のようにですね、柔らかいということですね。わかりやすい説明でしたね。はい、ということでですね、開けてみたいと思います。バシッ、大きいですよね、クリームパン。通常のクリームパンに比べてかなりでかいですね。3.8 倍ぐらいはある。そんなない、そんなない。はい、そんなないですね。さあ、ということで、クリームパンとパンがですね、出てきて、ちょっとね、どうなってくるか。ここに何かありますか？いただきます。うん、パンが柔らかい。うん、柔らかい、柔らかい。どうかな、クリーム、ちょっとわかんないな、まだ。まあ、でもなんか、ほら、わかる？ほら。あ、やっぱ、相当柔らかいは柔らかいですね、クリームが。なんかね、あれ見たら、シュークリームの中に入ってるカスタードとはみたいに柔らかい。うん。へぇ、あ、上は、あれですね、アーモンドかなんかスライス。されたものが載ってますね。今気づきましたね。うん、うん、これね、うまいかもしれない。すごい滑らかで、うまい。あー、そんなに甘くないですね。多分結構な量が入っているかと思うんです。あんまり甘いとね、食べれないと思うんで、ってことで甘さ控えめなんじゃないかなって推測しますね。はい、ということでありがとうございました。今頃アーモンドがね、ちょっと歯のところに来てね、うまいっていう感じでしたけど、今ね。はい、ということでありがとうございました。今日ご紹介いたしましたのは、セブンイレブンさんの新商品、なめらかクリームパン128円でございました。ありがとうございました。すべての神々はこの指に参る。ストップだ、小指でポチッ。